どうもクレシンマニアです。今日は、アプリの運動会だぞをやっていきます。ということでスタート。今はね、運動会シーズンですからね。あ、2人でも遊べるんだ。まあいや、1人で遊ぼう。しんちゃん頑張って。まったく父ちゃんは手がかかりますな。しんのすけ、すまんな。どっちが子供なんだか。張り切りすぎて怪我するなんて。怪我したんだ。町内運動会、あ、町内の運動会ね。だからみんないるんだ。続いての競技は二人三脚です。よりによってペアの相手がこいつか。しんのすけ、変なことだけはするなよ。もう風間くんたら。あ、このボタン押すんだね。ミッチーヨシリンもいるよ。出発よ、出発。はい、12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 
22秒56、結構早いんじゃない？やりましたな。さあ続いての競技は綱引きです。皆さん集まってください。あ、みんないる。しんちゃん勝負よ、負けないからね。ねねちゃん、浅尾くん、風間くんが頑張るぞ。おい、しんのすけ、しょうがないな。これはどうやってやるんだろう。押せばいいかな。勝負だぞ。あ、これ押せ。あ、結構。あ、勝った。結構単純だけど面白いんで。いっぱいいろんな人がいる。最後の競技、大玉バレー始めます。あ、坊ちゃんもいる。最後はみんなで頑張ろう。そっかそっか、二人でもできるから押すだけのシンプルなゲームになってるんだね。ファイヤーということでね、よーしやるぞ。スタート。やるぞ。これでよいしょ。あ、タイミングよく打つんだな。はい、よいしょ。え、これ成功してるんかな、失敗してるんかな。バレーだからアタックできてるってことだよね、多分ね。勝ち、これ勝ちなのかな。あ、やった、勝った。よかった。やったね、ということで。とっても楽しいね、運動会ゲーム。ぜひね、やってみてくださいね。それからチャンネル登録もお願いします。